にゃんこ先生こんばんぱ。リーダーナンボーかーい。お願いします。え、なんで4枚マリーちゃん来た。いらねー。消していいよな。マリーちゃんなんていらないよね。来た、今回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 来た。よし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 。で、ムバッペに付き合いいんでしょ。どうしよう、ビッグタイムムバッペ弱いんよな。ちょっと一回さ、一回今のムバッペの根下をちょっと使ってみていい？ああ、これはいけませんね。なんか終わってるな、スキルトレーニングでな。個別強化、うわー、25万 GP 取られる。でかすぎー。え、これ全員25万 GP なの？25万 GP ってさ、そこそこのそこそこいい選手取れるよね。25万でしょ。25万ってさ、もうこの辺だよねえ。バルベルでデリフト取れるよ。マジで高いんよな。レベル選択した選手は毎チームから削除されます。レベル31、31、追加コントロールカード。ピーナーかわいい。うわー、きたー。よしよし、行こう。あー、一直線行けー。ミドルシュートないから入らないみたいなことあんのかな。うわー、気持ちいい。全然違うね、なんかペナライとかだったら絶対入るっしょ。あー、気持ちいい。月トレ行きます。頼むぞ。次何がいいかな。ワンシューか、ワンシューか、クライフにワンシューか。お願いします。そう、え、ムバッペでしょこれ。これムバッペだよね。スルパス、うおー、気持ちいい。見てこれ、やばい。シザーズ、ダブルタッチ、エッジターン、コントロール、カーブ、コントロール、ループ、ライジングシュート、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、スルーパス、フィギュア、強すぎーってんじゃない。ほら、メッシにドリブル足したみたいな感じじゃない。なんかコンル、ドロップシュート、ミドルシュートあるのか。ワンパワンシュー、スルーパス、ほぼメッシやん。え、ほらほらほら、あー、気持ちいい。出せちゃうんだよな。やばくない今の。あー、根幹出して。わかんないな、これ。あ、いいスルーパス。おー、ワンシューでね。あ、気持ちいい。これか、これだな。ビジネスいけ。いいパス来た。やば、こんか。気持ちいい。あ、開いてた。おらー、こんか。絶対ズソンだった、開いてたわ今の。邪魔でございます。ということで、昨日のね動画ではね、スキトレ失敗してましたけども、このスキルがね何もついてない選手にスキトレをとりあえず使って、なんか来ると、なんか来る、まあ一回やってみましょうか。で、それを、なんか来るのを、取っとくと。もう、スキトレおじさんとして。で、なんか来たら、それが欲しい選手に合成するっていうのが一番いいみたいな。一回行きましょうか。うん。
ルーレットとね、ルーレットはなんか結構強いですよね。僕はあんま好きじゃないんですけど、うん、でもこの人はルーレットの人だねみたいな感じで、まあ、取っとけば一番いいと。で昨日は初日は7枚もゲットできました、うん、あのまずログインボーナスでしょ。で、こっちじゃない、こっちじゃなくてイベントアチーブメントで3枚で、このイベント、このねちょっとめんどくさいんですけど、このイベントで3つミッションがあって、1個目と2個目消化すると3つもらえますんで、これで7枚いけると、うん、で僕がねボンバーしたこれムバッペ、最強ムバッペスルーパスとコンカがついてます。やばいでしょね。もう他のムバッペがもう雑魚に見えます。見ていきましょうか、見ていきましょうか。フランスのね、シェフ CFST、 こうもういっぱい出てきちゃうね、ムバッペ以外も。はい、まずこれ見て、この能力はまあ多分右のムバッペの方がいいんですよ。でも能力も振り直しができるんでね。でこれほらもう長さが違う、やばくないこれ。長さ違うのはいいけど、コンカスルパついてますと、ギャインっていうか経験値のあれもいけるからね、スキルだけじゃなくて合成で、うん、ということでこのキャインおじさん最強ムバッペをボンバーしていきたいと思います。もう笑いが止まらんかったわマジで、昨日マジで笑いが止まらんかった。このムバッペを使っているというだけで、だって最強なんだもん、俺だけが持ってる、俺だけが持ってる最強ムバッペ。あとこのさ、あいいよね、このあのマッチング中にスキルの説明とか出てくるのめっちゃいいよね。なんか待ってない感じあるんだよな、それだけで、うん、ということでガーシュー配信さんがやってるってことでね、よろしくお願いいたします。これね、うん、もうこれこの人の、ただね迷うことがあるのよ。今までだったらムバッペってボール持ってパスみたいな感じだったじゃん、あパスじゃシュートとかねだったんだけど、スルーパスもできるからロマリオ抜けてくれみたいな感じになっちゃう。でデルピエロはちょっとあんまり抜けないからクビになりました、うん、でエトーは抜けるんだけど抜けすぎてクビになりました。ちょっとねまだ分かってないのよ、このスルーパスムバッペを生かす相方が分かってない。でムバッペ自体は、まあ、抜けたり抜けなかったじゃん、このムバッペ能力のバランス的にねめっちゃ抜けるタイプではないのよ。どうしたらいいのか、もう理想はムバッペにボールが渡った瞬間にもう抜けているみたいな。ショートカウンターに戻そうかな、そうだねショートカウンターに戻そうかな、お願いしますと。あとはコンカとね、コンカと見てくださいよ、うん、あとムバッペちゃんのはコンルー持ってるからフラスルがほらフラスルキモいのよ。あー弱いムバッペ使っとんなこれ、もうみんな他の人のムバッペを下に見ちゃうとこある、うん、これはちょっとねっつってこのムバッペはまあまあまあ普通のムバッペさんですよねって思っちゃうねやっぱり、うん、ガモンガモンガモンつって、おいいじゃん今のスルーパスですよ。読まれちゃったね今のヘディングのスルーパスも意味あんのかな。やばいね最後に来たね、これよフラッスル鬼これな、うん、こういうのも通せていけるとムバッペでいいね、いいパス、うん、こういうとこでミスんないねスルパが、パスの数値だって70ちょいだよ、全くミスんなくなっちゃったもん。いやこのパスよ通るのよ、ムバのスルパがやばい。今までのムバだとあれ通ってても受け手がね、まあもちろん綺麗に通る確率もあるんだけど、なんかもうほぼねミスんないし、
受け手がね減速しないんよね。いいパス、このままほら減速しないでいけるような、マジでいいパス出せてるっていう、完璧だよねマジで。はい、今回このギュンギュンがあるでしょ、気持ちいいよ。はい、ギュン、いいパス。あ、すいませんでした。あ、入るでしょ。いや、ルンメ、ムバッペちょっとやばいね。ルンメ、ムバッペのコンビがちょっとやばいわ。やめてください。あ、うまい、今の。あれ狙って出したのかね、今のね。今狙って出してたらやばいよね。これ通っちゃうのよ、あのキモいのが。おーってなっちゃう、なんでだろうね。あれ今のは精度、パスの軌道、どっちかが上がるっていう話やけど。エトちゃん、あー、ムバペじゃないです。今回持ってないからね。今回持ってる？聞きたい、この人に。そのムバペ今回持ってますか？うちのは持ってるから入りますよ。軌道がやっぱ違った、ギョンってなるから気持ちいいんだよね、やっぱり優越感がすごいのよ。あー気持ちいいって、これ通っちゃうやばくない、マジ。最後スルーパスだよ、惜しい。デリフト早いな。あー、ムバペ、あ、出しちゃうそれはさすがにないかそれはさすがに自分で言った方がよかったね。いいねと。え、今のちなみにパスですよ、軌道が変、スルーパー持ちじゃないから。もうスルーパー持ってないフォワード使えないわ俺。